6月30日、政府税制調査会首相の諮問機関は、中長期的な税制の在り方を示す答申を岸田文雄首相に提出した。悪化する財政状況を踏まえ、歳出に見合った十分な税収を確保することが重要とした。また、働き方が多様になっている現状を踏まえ、給与。 退職金、年金に関わる税制を一体で是正する必要性も強調している。岸田首相は答申を受け取り、令和時代のあるべき税制の検討をさらに進め、将来世代が将来に希望が持てるような、公正で活力ある社会を実現していきたいと述べた。政府税庁の答申は2019年以来、4年ぶりとなる。今回の税制見直しは、 サラリーマンの退職金と給料に大きな影響が出そうだ退職金の課税見直しは軽減措置を減らすということです現在退職金に対する控除額は勤続20年以下で40万円それ以上で70万円1年未満は切り上げです簡単に言えば 同じ会社29年3ヶ月勤務した場合の控除額は800万円40万円 ×20 年で、仮に退職金が800万円以下の場合、税金はかかりません。また、38年間勤めた場合、800万円プラス70万円 ×38 年から20年で、2060万円が控除され、退職金が2000万円であれば無税となるんです。 この退職金優遇が転職を妨げる一因ともされ、答申では税制上の対応を検討する必要が生じていると明記されました。要は退職金から今以上に税金を取るということです。サラリーマンにとってより大きな痛手となりそうなのが給与所得控除だ現状、給与のうち3割程度が給与所得控除として差し引かれ、 その分税金が安くなっているがこれを相当手厚い仕組みと指摘働き方による差が生まれない税制にすべきと提言しているもちろんこちらもサラリーマンからさらに絞り取る政策だ退職金控除給与所得控除の見直しが提言されたことに SNS では批判的な声が多く上がった30年手取りが増えてないのに これ以上削るる方向に働きかけてどうするの。もうただただ取れるところから税金を取り立てたいだけじゃん本当に国民の生活なんてどうでもよいんだねこの人たち格差是正と言いながら悪い方へ合わせる増税普通是正って悪い方を良い方に合わせるんじゃないの5個を5民で苦しいと訴える国民にこの仕打ち 本当に国の運営から退いい。てほし2023年10月からスタートするインボイス制度により売上1000万円以下の事業者も今後は消費税を納税する必要が出てくるフリーランスや個人事業主の後にサラリーマンを増税ターゲットにした流れにも批判が集まっているインボイスのサラリーマン版給与所得控除の見直し 課税所得が上がるので所得税住民税健康保険がアップする大増税時代の到来かサラリーマンも大増税を狙われていますよサラリーマンは払ってもいない経費を控除しやがってずるい脱税だとフリーランスに言わせたいのだろうかインボイスの次はサラリーマン流れ分かりますか皆さんインボイス賛成したのが良くなかった 個人事業主フリーランスとサラリーマンを対立させたいだけ政府の思惑どおり6月28日には国の2022年度の一般会計税収が71兆円台に達し3年連続で過去最高を更新したことが報じられた税収が過去最高でも増税増税と絶え間なく責められる無権地獄に国民の怒りは限界に達している 以下は、ネチズンンののコメントをまとめたものです。退職金の受け取りが優遇減らしで減ることがなぜ将来に希望が持てるのか理解できない転職することで勤め続けることより増えるならわかるがそうでもないので税金が増え受け取りが減って将来に希望が持てるなら。 今から1年後には国会議員の人数半減や期末手当をゼロにして国会議員は将来に希望を持ってください。それなら理解できるような気がします。負担が増えるということで批判的な意見が多いようだけど退職金の課税見直しも給与所得控除も自分は必要な見直しだと思う退職金優遇は非正規雇用や待遇の悪い正社員が増えた現在では。 不公平な部分があるし、給与所得控除も個人事業主と比べると手厚くなっている。これらを見直した上で、基礎控除をさらに上げるなど、別の方法で負担軽減を目指せばよいと思う。その方が公平だと思うけど、本当にこの首相は聞く耳を持つ、どころか、全然国民目線のかけらもなく。 国民にツケを押し付けること以外何もやっていないのに、身内には甘い情実人事横行でダブスタにも程があると思いますが、まず無駄な歳出を削減したり、議員定数や歳費を減らしたり、霞ヶ関の官僚らが蘇生乱増した天下り先を取り潰すなど、行政側がまず身をもってコスト削減に取り組むべきだと考えます。増税なんて最後の手段だと思いますが、 それをやらない限り国民から支持されると期待する要素など万が一くらいしかないと思いますね。退職金増税は、岸田政権は物事を短絡的に考えている証とも言えそうです。そんなことをしたら、企業側から見ると、少しでも嫌なら安易に転職すればよい。 人材育成がしにくくなる長年かけた人材育成費をドブに捨てられてしまうなどデメリットの方が多いように思えますがこれでは国民の消費意欲は低下する一方です国民の消費意欲を高めるには増税でなく減税ですバブル崩壊後の経済対策として所得税の特別減税を行ったところ 経済指標が上向いてバブル後遺症から回復するのではと期待したが1997年4月に特別減税を廃止したら同時に実施した消費税率引き上げ3%、5%。 医療費の本人負担割合の引き上げ10%、20%の3点セットで日本経済は叩きのめされ、失われた30年の要因を作り出してしまったと思えます。定年制議員の世界有数で高い給与や議員特権や数を削減することを考えた方がいい。22年度税収 過去最高更新だが今では国民の負担率が50%超えとなって過去最大だ。森林環境税は来年に徴収され再エネ付加金、健康保険料、介護雇用保険料率引き上げ退職金控除見直し住民税や所得税は上がり少子化対策のために扶養控除は廃止され負担率はもっと上がり。 所得税や医療控除など還付される税金は少なくなる退職したした人たちは逃げられたが人が熱い層から退職金も手を出し今以上に税金を取るようにした今は払った分以上の年金をもらっているが今後も年金受給年齢は上がりもらう年金額は下がるサラリーマンはガラス張りで取りやすく強制的に搾取できる どこがが将来に希望が持てるのか、海外にはばらまき続け国内には増税で課税され働いている人たちだけが負担になる所得倍増どころか給料が少し上がってもそれ以上に税金を搾取するから生活が厳しくなるこんな将来に希望を持てない政治をしていても自民党が選ばれるからこういう無茶なことが政治としてできてしまう 自民党党以外に入れたいい政党はないかもしれないしかし自民党に脳、NO、を突きつけるためにた政党に票を入れなくてはならないそうすれば法人税を上げたり消費税をなくす等の減税政策をとる可能性が出てくる増税で公務員の給与が減るから増税分はベースアップしそうですね増税したら 政治家や公務員の評価を下げて給与を下げるべきですこのままだと景気を良くして税収を増やすということを考えなくなる将来どうするつもりなんでしょうか